きるを選ぼう。ゆっくり左へひねろう。難しいポーズだけど脂肪燃焼にもいいかも。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へひねろう。ゆっくり戻そう。内臓の疲れを取る効果も期待できるよ。パーフェクト。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。よっしゃ、ラッキー。スクワット。よし、動こう。内股にならないように注意して。よしよし、オッケー。いいね、最高。よし、キレッキレ。よし、リング上げ下げ。なるべくしっかりと腕を上げ下げしよう。バイバイ。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード。しっかりと押し込み続けよう。疲れてきたかな。頑張れ。椅子のポーズ。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。肩に力を入れすぎないように。腕じゃなくお腹に力を入れよう。なかなか手強いね。頑張れ。もも上げ上げ。なるべく元気よくしっかり動こう。右左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 左。膝をしっかり上げよう。右左、あと半分。左右左、あと10回。左右左右、あと5回。右左右左。最高だったよ。押し込むとき足は軽く曲げて。よし、スキルを選んで。リング上げ下げ。なるべくしっかりと腕を上げ下げしよう。上げて下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 げて。息を吸いながらリングコーンを上げよう。あと半分。上げて下げて。桃でプッシュ。さあ行くよ。足を閉じるときはお腹に力を入れよう。よしよし、いいよ、いい動き、いいよ、すごいぞ、ナイス、オッケー、いいよ、いいぞいいぞ。ペース上げていこう。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。スキルを選ぼう。頑張って。スクワット。さあ行くよ。すっきりした美脚に近づける運動かも。いいね、オッケー。
OK。 輝いてるよ。いいよ。すごい。いいね。完璧。いいね。よし、どんどん行こうか。いいよ。よしよし。いいよ。ラスト1回。ナイス。完璧だね。無理せず水分を取ろうね。さあ行くよ。息を吸いながら水分を元に戻そう。いいよ。素晴らしい。いいね。 OK。 ねじり体側のポーズ。ゆっくり左へひねろう。下半身やお腹、背中の引き締めにおすすめ。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へひねろう。下半身がぐらつかないよう注意して。最高だったよ。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。よっしゃ、ラッキー。パートが少ないよ。気をつけて。スクワット。よし、動こう。つま先はまっすぐ前になるように。よしよし、オッケー。その調子。よしよし、オッケー。ナイス。よしよし、その調子。いいね。いい動き。よしよし、腹筋ガード。腕じゃなくお腹に力を入れよう。よっしゃ、ラッキー。ハートが少ないよ。気をつけて。椅子のポーズ。ゆっくり倒そう。よし、倒した。しっかりと押し込み続けよう。ハートが少ないよ。気をつけて。後ろプッシュ。さあ行くよ。姿勢改善や肩こりの防止におすすめだよ。いいよ。よしよし、完璧。いいね。いいぞいいぞ。素晴らしい。よしよし、すごい。オッケー、すごいぞ。よしよし、ペースアップだ。よし、いいよ。いいね。ラスト1回。パーフェクト。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。ハートが少ないよ。気をつけて。トライセプス。よし、動こう。息を吸いながらリングコーンを上げよう。いいよ。 OK。 いいよ。キレッキレ。 OK。 最高。いいね。輝いてるよ。よしよし、ペース上げていこう。
ね。いける、ラスト1回、よっしゃ。よし、左右を入れ替えよう。さあ行くよ。リングコーンを持っていない手は膝の上に置こう。よし、いいよ。 OK、 いいよ、その調子。よし、いいね、どんどん行こうか。よしよし、 OK、 ラスト1回、 OK、 完璧だね。腹筋ガード、息を吐きながらお腹に力を入れて。ハートが少ないよ、気をつけて。よし、動こう。息を吐きながら膝を引き寄せよう。いいね、オッケー。熱いバトルだったよ、お疲れ様。またリフトだ。時は僕を引っ張ってね。はっ、膝を深く曲げてスクワットするとより早く進むよ。押し込んだまま上半身を左右にひねるんだ。危ない、腰を落として。空気砲を風車に当ててみて。いい感じ、また違うリフトがあるよ。バッチリ。ポーズが崩れるとスピードが落ちるから注意して。止めないようにね。
声を。急いで逃げなきゃ。走り切ったね。さあビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワット、全身をビクトリそれではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。手を後ろに回し左の手首をつかみます。手首を右に引きながら首を右に倒していきましょう。首を戻して手を入れ替え反対側も伸ばしましょう。首から肩にかけて伸びていることを意識しましょう。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。左手を前に出し右手で左手の指を押さえます。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。伸ばす側の肘が曲がらないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。そのままもう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。反対側も伸ばしていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。足の甲を持つと、すねの筋肉も伸ばすことができます。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントを。
よろしくお願いいたします。